えー、皆さんこんこにちは本日、えー、株式からマーケットズで、えー、お伝えいたします、えー、本日の東京株式市場ですけれども、えー、海外株式高を受けまして、えー、それと原油価格の方もや,やや落ち着いたということもありまして堅調、ねまあ、な展開で始まりましたただ1万7000円を超えてです、ね、上を買っていくという相場には、まあ、なかなかなりきれないというような状況であったかと思われます、えー、それでは指数の方を若干確認しまして本日動いていた銘柄を紹介していきたいと思います え、それではまずはじめに日経平均株価はですね。まあごご覧の通り一万七千十四円ということで百五十円高になっております。えー、今週週内にはですね、日本 銀行の政策委員会ですね、金融政策決定会合がございます、そして ECB ですね、欧州中央銀行の金融政策決定会合ということがありまして、まあ、重要なイベントを控えているということで、やはりその1万7000を超えてくると様子を見たいという動きが強まってきたのかなと、ただ、引き合いにかけてはやや強含みような形で終わってきたというところです、その他か2部指数、ジャスザック平均、マザーズ指数を見ていただいてもですね、 まあ比較的堅調に動いていたという状況です。まあ、為替の方はですは117円、13銭、16銭となっておりますけれども、まあ、寄り付き段階よりはですね円高方向に進んだんですけれども、株式市場の方は堅調に推移したという形になっております。そして、こちらの売買代金、売買高のほう見ていただきますと、2兆円は若干割るという形になっておりますので、まだ基幹投資家を中心としたです、ね、大口の投資家の動きというのは活発ではないのか。 活発にななっていいいととう状況かと思われます中小型株中心のです、ね、指数は動いておりますけれども、中小型中心の相場になっているんじゃないのかなというふうに思われます。まあ、その例といたしまして、この大型株価指数、中型株価指数、見ておりますと、やはりこの中型、中古型がこう活発に大型よりは動いていたというような動きになっているのかなというふうに思われます。はい、それで次は業種別でで見ていきますとですとね 原油安を反映して原油の安定です、ね、原油高が若干こうです、ね、止まったというかです、ね、落ち着きを反映して工業とかです、ね、施設、金属等がこう動いてきているという状況ですね、あとディフェンシブ銘柄を買うという動きもございまして、まあ、医薬品とかこう買われている状況かなというところですね、まあ、その一方で,です、ね、不動産株とかです、ね、証券関係の株、銀行株という金融関連はちょっと弱含みをしているというところですね。 上海の株式市場、ですねちょっと証券会社の規制等があったこともあって、ですね、まあ、国内証券にはその影響はないかということかと思われますけれども、まあ、上海株が大きくですね値を下げたという影響も、ですねこちら、金融株、日本の,方の金融株の動きにも若干影響してきたんじゃないのかなというふうに思われます。そして、まあ、チャートの方を確認していきたいんですけれども、一目、均衡不要ですね。 雲の中ほどに、えー、このところの下落で入ってきたという形になっております、えー、切り上がりの雲をです、ね、こう抜けていくにはなかなかちょっと難しくなってきているような状況かもしれませんが、まあ、1万7000円を超えていくということはですね相場の節目でもあるのと同時にですね、まあ、雲抜けのような形になってきますので、まあ、この状況がですね、えー、上下動を繰り返しながらも1万7000円から上に推移していきますとですね 相場も少しこう明るみが出てくるんじゃないのかなとチャート面からでもですねというふうに思われますはい、えー、そういったところで次はですねあの本日動いていた銘柄をご紹介したいと思います本日はですね、まあ、大型株も動いていたんですけどもそれに同じような業種ではなくても中古型です、ね、なんかもこう動いておりましたので、まあ、そういった企業を紹介していきたいというふうに思います えまず初めに京セラなんですけれども、まあ、こちら京セラに関しましては、まあ、成長を加速するです、ね、ためのです、ねまあ、大型の M&A をこう発表というかです、ね、いう観測報道等ございましてです、ね、ちょっと動きの方が良くなってきたということですね、まあ、チャートを見ていただいても年末からです、ね、非常にこう売り込まれたような状況が続いている中ですね えー、材料的なものが出るとですねちょっとこう反応したという形で、まあ、5400円程度までですね、えー、この平均線が重なるところぐらいまではこう目指すような動きに少しなってきたのではないのかなというところですね、まあ、ただあの、こういった大型の銘柄よりもですねどちらかと言いますとですね今日はこの鶴浜ホールディングスなんかこう動きが結構あったんですけども。 えー、こちらはです、ねあのー、関東と、あのー、中四国が非常に顕著に推移しておりまして、まあ、あの北海道、東北地方からです、ねまあ、関東圏最近はです、ね、関西圏にも進出しているという,う会社でございます、あのーまあ、ドラッグストアなんですけども医薬品とか化粧品に力を入れておりまして、まあ、比較的こう利益率の高いものをですね ここれから販売していいいきたいというとうろですね足元あの消費増税の前のです、ね、導入の影響があってですね、えー、前年に比べて前年割の既存店売上が続いていたんですけれどもあの11月から前年比でプラスに転換するような形になっております、えー、商品別ではですね一般化粧品が結構売れてきているような状況になっておりましてですね、まあ、おそらく今後はですねこのドミナント化と収益性の向上が相まってですね、えー、その物流センターなんかも構築と、えー 東北地区なんかでも回ってきましたので、まあ、少し元気がない東北北海道の方も戻ってくるかなというところですねあと下段に書いてあるんですけれども訪日外国人非常に活発にですねあの活発というかですね日本に今来ているような状況にありますけれども免税品目がですね拡大されましたこれ消耗品等がですね、免税品目を拡大されましたので、まあ、化粧品もそうなんですけれどもあの基礎化粧品とかですねそういったものに販売を拡大してそして、えー、物流センターを構築したことによって てですね。 あのー、店舗の販売員がです、ね、少しこう店,舗店舗内での活動が少しこうこお客様にです、ね、向けられるようになりますので、まあ、そういったところを免税品販売に力を入れていくというような動き、まあ会社側も取ってきておりますので、まあ、今後ともこう注目されていくるんじゃないかなと、まあ、チャートを見ていただきますとです、ね、やっぱりこういった右肩上がり続いておりますけどが、まあ、相場全体です、ね、こう弱含んだときにこう買っていくようなスタンスにこうなってきているのかなという,ふうに思います。まあ、日関連ととしてはは、ね、ドラッグストアいうのはあんまりこう注目 注されてきなかったところもあるかと思います、あ、が今後、見ていきたいなという銘柄ですね。はいえー、続きまして日本マイクロニクスなんですけどもこちらのチャート見ていただいてもですね二次、えー、電池関連ということで開発ですごく話題になりましてですねその後、ちょっと材料性が乏しくなってですね、まあ、このような右肩下がりのチャートになってきているわけなんですけどが、まあ、本日ですね、えーまあ 今月末にですね、あの、東京ビッグサイトの方で、あの、ナノテック2015という開催されて、そこで、まあ、ハイテク関係の、半導体関係の製品なんかも展示するということもあるんですけれども、まあ、そういったことを踏まえて、まあ、業績面でもですね、まあ、やや、こう、速報値感が出てくるのかなと、まあ、多分株価これだけ下がってきている状況にありますので、まあ、目先の投資家がある程度、売却した後にですね、 業績のま堅、あ、調さが確認されてくるとですね。まあ、少しこう株価の動きも若干今後変わってくる可能性がまあ,あるのかな？と。まあ、このメ銘ー柄ーにとってはですね。この3500円どころっていうのがですね。ちょっとこう注目していかなくちゃいけないまあ、ところにあるのかなというところだと思われます。この辺抜けていくとちょっと軽くなってくるかなということですね。 はいえー、続きまして、あのー、ジャスタッサク銘柄等でももう一つ注目されるような銘柄がございまして、ね、ロングライフホールディングスなんですけども、まあ、この会社はあの富裕層向けを主力としました介護付きの、まあ、有料老人ホームを手掛けている会社ですもちろん老人ホームだけではなくてデイサービスとか福祉用品なんかもレンタルとしておりまして まあ、この介護関係のものをですね、幅広くこう手掛けている会社です。まあ、関西を地盤に、ええー、展開してきたんですけれども。まあ、非常にニーズが強いということがありまして。まあ、富裕層の多いですね。東京、神奈川などにも一、首都圏、進出してきているという会社です。ええー、調剤薬局とかですね。あのー、介護関係の福祉、介護福祉の教育などにも注力しておりまして。えー、全体的なですね、えー。収益を取り囲んでいく福祉関係で,ですね。という。 体力を持って進んできているという会社ですね、まあ。足元の業績ですね、2桁増益で過去最高益を更新して終わってきていると、で今期の方もですね、2桁増益でまあ、過去最高益を連続的にですね。 まあ更新していく可能性がこう高いというような企業でもございましてですね。まあ、チャートの方を見ていただきますとですね。まあ、過去2回ぐらいのこう高値を抜けてこう。また調整期間を経てこう上がってきたというような形になっております。まあ400円台にこう入ってきますとですね。まあ、前回付けたちょっとこう高いですけども410円20円というところですね。まあ、抜いていくようなスタンスに少しなってきたのかなと。 というふうふに思われますので、まあ、こういったです、ね、国策に絡んで収益が良いという会社もです、ね、しかも寝転感があると中古型というこのようなところもです、ね、マーケット全体は注目していくんじゃないのかなというふうに思われます,です、ね。 まあ以上、の今日の主だった銘柄をご紹介したわけなんですけども、今週、これからもですねおそらく ECB の動きがあまり材料が出なかったとか、日銀の金融緩和はないにしても、その金融緩和に絡んだ話があんまりこう前向きなものが出なかったということがあると、調整局もあるかもしれませんけれども、そういったときに対応していっていただきたいなというふうに思っております。以上ででマーケットでお伝えしまししままたたありがとうございました